はい、ということでね、こんにちは、親父です。最後のチャレンジになりました。最後はね、新春ジャンボスクラッチちびまる子ちゃんハッピー新春ってことでね、一等賞金がね5000万円ですね。こういう感じでね、3種類のゲームが用意されています。ちょっとね、後ろのあれを読んでいこうか。はい、まずね、こちら、1等当選金が5000万円が10本、2等がこれ100万円かな、100万円がね70本、5万円が2000本、4等5000円が5万6400本、5等500円30万本、6等300円100万本、100万本じゃない、100万本か。今回ね、こちらはやっぱり3回チャレンジのあるね、でっかいジャンボなんでね、値段が1枚300円になっています。で、遊び方なんですけど、3種類のゲームを楽しめます、ゲーム1で外れてもゲーム2、ゲーム3が削れるってことですね。まずはこのね、ゲーム1、宝船の夢、この富士山のやつかな、富士山を削ってね、宝船が1個以上出れば当たりってことです。数に応じて、当選金が変わるってことですね。6個全てが出れば1等5000万円ですね。で、これで外れたとしても、次のね、こちらおみくじかな。大吉の数で決まりますね。あ、これ2回目もすごいね。2回目も6個出れば1等いけるんだ。前回のね、ボーリングのやつはね、もう 2ゲーム目はね、5000万届かなかったんですけど、今回2回チャンスがあるってことですよね。大吉が6個出ればね、1等がもう1回チャンスがあるってことです。で、最後ね、どこだ？ここか、ゲーム3。エマを削ってね、的と矢がね、の絵柄があるんですけど、こんな感じになってるんですけど、でね、それが出れば6等が当たりです。だから最後のゲーム3の方は当たっても300円しか当選金がないということですね。ただ5000万円が2回チャンスあるっていうのはでかいですね。で、ちょっとね、これを削っていきたいと思います。どうなんだっけ、ちょっと見ながらやっていこうか。宝船ですね。重なってね、当選することないんで、仮にここでね、1個宝船が出ちゃって、それで終わったら、もう6等っていうのがね、またちょっと寂しい部分もあるんですけど、まあちょっと削っていきます。あー、ダメだね。お餅が出たわ。お餅が出ました。2個目。残念。羽子板のなんだっけこれ、あれ玉じゃねえけど、あーつって駒が出ましたね。お正月の関連のね、絵柄が出てきますね。ここまで来るともう4つ目だから、変に宝船出てほしくないな。だって1等が来ないんだもん。はい、ダメですね。はい、ダメです。残念です。ゲーム1はすべて外れてしまいました。こういう感じですね。じゃあゲーム2に行きます。ゲーム2でも5000万のチャンスあるということなんで、大吉ね、末吉、中吉、小吉。っていうか、誰か大吉、みんな出ればいいのよね、この家族。小吉、中吉、おばあちゃんは吉。はい、こんな感じですね。これも大吉が出なかったんで外れってことです。で、最後のゲーム3ですね。エマに願い事、これでね、矢と的が出れば300円。
ってことでね、残念ながら外れてしまいました。ただね、変に6等とか当たるんなら私はね、次に期待をしたいと思います。じゃあ2枚目ラストチャレンジですね。うん、当たんないかな。まずね、1個目当たらないとどうにもなんないね。まるちゃん、まるちゃん、宝くねをよこしてくれ。あ、ダメです。お姉ちゃん、ダメです。お姉ちゃんも宝くねをくれません。今日はね、当たりそうな感じがしないでもなかったんだけどな。ダメだな。お父さんもダメだな。ヒロシも、お母さんもダメだよ。おじいちゃんは、友蔵ダメだね。バーバもダメだよ。いや、これはちょっとね、一番少ないのも当たんねえか。次はね、おみくじ、まだチャンスあるんで、まるちゃん大吉出してくれ。吉、お姉ちゃん大吉、末吉、もうダメじゃないの。中吉、大吉来い、大吉来い、大吉来ない、大吉来ない、小吉、大吉来ない。いやー、外れちゃったよ。結構今回ね、6枚も買ったからさ、1400円も買ったのにさ、最後このエマに願うこと。はい、残念でした。せっかくね、結構当たるとこで買ったんだけどな。まあ、なかなかうまくはいきませんね。はい、残念。新春ジャンボスクラッチ、ちびまる子ちゃん、ハッピー新春、他、残念ながらね、外れてしまいました。今度の木曜日はね、ロト6、抽選あるんで、ロト6にね、願いを託したいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。